日光駅は栃木県日光市相生町にある東日本旅客鉄道日光線の駅である道線の終着駅。現在の東北本線などを建設した私鉄であった日本鉄道がその支線の終着駅として1890年8月1日に開設した。開業式は日光駅において小松宮秋人新王の臨席を仰いで挙行された。当時から 日光島将軍や中禅寺湖など、景観の美しい日光は、日本有数の観光地で、皇族や外国人観光客なども多く訪れる駅であった。1906年11月1日に、日本鉄道が国有化されて、国有鉄道の駅となり、1909年10月12日に、線路名称が制定されて、日光駅の所属する路線は、日光線と名付けられた。 初代の駅は、質素な平屋建てであった。1912年8月25日に、現在の2代目駅舎が落成した。ネオルネサンス様式のハーフティンバー、様式木造洋風建築2階建てで、長らく設計者は不明であったが、2012年に、地元の郷土市屋の研究で、当時の鉄道院議主の赤石虎尾が設計したものに、ほぼ間違いないと判明した。 1929年には、東武鉄道が、東武日光駅まで開通して国鉄と東武の競争が始まった。1959年9月22日には、日光線の電化が完成し、デラックスの157系を使用した、準急日光の運転を開始して、東武鉄道に対抗したが、運賃、所要時間ともに、東武鉄道の型が勝ざり、1982年に、 上野から直通する列車が全廃となり、当駅に即達列車の発着はなくなった。2006年から JR 東日本は、東武鉄道と直通しての特急列車の日光地区乗り入れを再開し、以後は東武日光駅に JR からの直通特急列車も発着している状況にある。シーズン時に運転される JR 選手都見各。 方面からの臨時特急列車も現在はすべて栗橋駅から東武日光線に乗り入れた上で東武日光駅発着となっており、東駅に発着する定期列車は宇都宮駅との間を走る短距離普通列車のみであるが、秋などの修学旅行シーズンに運転される東京都、神奈川県、埼玉県などからの修学旅行列車は東駅に発着しており、 現在、あたり駅に発着する数少ない中距離、運用列車となっている。なお、2017年5月に運行開始した、トレーンスイート式島の停車駅となるのに合わせて、2016年5月から2017年3月まで、駅舎の改修工事を行い、2017年3月25日に、完成した。駅舎2階の旧一等車利用者用待合室。 単式ホームと島式ホームの二面三線であったが、現在は、駅舎側ではない方の線路が撤去され二面二線になっている。ホームはかさ上げされてない。駅舎は1912年8月に落成した二代目のもので、洋風木造2階建て延べ床面積363平方メートル、幅55.51メートル、奥行き20.02メートルある。駅舎2階には、 かつての一等車利用者用待合室、ホワイトルームがあり、現在は駅ギャラリーとして一般公開している。駅舎右手にある屋根のついた広場は団体待合所であるが、現在はほとんど使われていない。1階には寄品室もあるが普段は公開していない。寄品室は広さ約40平方メートルで、シャンデリアと大理石製の暖炉が備えられている。 大宮支社管轄の直営駅で、スイカ対応自動改札機、緑の窓口設置駅。また、管理駅として、市内のふばさみ駅、下付大沢駅、今市駅を管理する。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は475人で、ある。2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、乗車人員が、 前年比マイナス55.6%と過去最大の下げ幅となった。近年の推移は以下の通りである。ありがとうございます。